初めて投稿します。不作法なところがあってもご容赦ください。夫とは、実は、ダブル不倫の末に再婚したこと。不倫期間は4年ですが、ダブル不倫なので、それぞれ家庭がありました。しかし、それぞれの元伴侶にバレることもなく、逆に、なんと、それぞれの元伴侶が不貞を働いてくれたので、私と夫は、ノーダメージ、むしろ、お互いの元伴侶優先の離婚でした。タイミングも、同じ年、半年以内に、それぞれの離婚があったので、周囲には、離婚前の不倫関係を悟られないよう、それから、1年の交際を経て結婚。今は、3人の子供たちに恵まれ、疑うこともしなくて済む平和な生活があり幸せです。私の元夫にはかなり泣かされ、高額な慰謝料のため、今も振り込みは続いています。階段から突き落とされた挙句踊り場でうずくまる私は、お腹を何十回も踏みつけられ、空に行った我が子。肉体的にも精神的にも激痛が襲う私に、もう1ヶ月もゴロゴロしている、いい加減働けば、と言って、働き出したところで、今の夫に出会えたこと。何年も、水面下で、複数人と不貞をされたことで、病んだ私を、気持ち悪いだとか鬱陶しいだとか言っていたけど、私もちゃっかり不倫して癒されていたこと。高額な慰謝料のうち一部を一括で払うために、何社も借金をし、毎月の慰謝料との払いで生活はカツカツでしょう。今は毎日幸せだけど、一生許せないし苦労して暮らしていけばいいというドロドロの感情も持って生きてます。そんな気持ちも、誰にも言えない黒い部分です。ということは、前の結婚生活は4年足すアルファよね。よく耐えたね。レスついていたのもつゆ知らず。反応が遅く申し訳ありません。そうですね。と言っても元夫とは6年未満くらいです。結婚後すぐ発覚した浮気癖や虚言癖も、見合いでしたからすぐ離婚できる状況ではなかったです。とある日、妊娠したんだから、もう浮気はやめてよ。と感情的に怒鳴ってしまったんですよね。そうしたら蒸気のような暴行です。見合い結婚は、ろくなことないですね。これでも耐えなければならなくて。まあ、先に書いた通り隠れてダブル不倫していたので耐え続ける不憫な奥様というより、本音は今夫に癒されながらダラダラと結婚生活から目を背けていただけというか、ただ逆に見合いだったので仲人に恥をかかせた分、元夫は真面目に真面目に働き続けて慰謝料を振り込んでくるのは良かった点ですね。業界の特殊な事情もあり、かつ仲人は今でも元夫の上司なので、今が幸せだから、元夫のことは、たまにどうでもよくなるんですが、最初の妊娠の時の激痛やらなんやらを思い出すと、お前も再婚して、子宝に恵まれて、なんて、そんな、幸せはやらない、ずっと慰謝料払い続けて、苦しい生活を送れと、黒い感情が湧き出します。